ラーマ10世は、大王国、チャクリー王朝の、第十0代大国王。ラーマ9世とその王妃、シリキッドの間の唯一の男子。王太子在位時代より正式名称の一部から、ワチラーロンコーンと呼ばれる。ワチラロンコーン、ワチラロンコーンなどとも表記される。1966年撮影1952年7月28日。 ラーマ旧姓国王とシリキット王妃の長男として王宮で誕生した。幼少期はバンコクで修学したが、1966年からイギリスへ留学し、キングスミード校及びミルフィールド校で修学した。1970年にはオーストラリアに留学し、キングス校で合陸軍予科家庭を治めた。1972年には、 王太子としての名称、ソムデットプラボーロマオーラサーティラートチャオファー、マハーワチラーロンコーンサヤームマクットラーチャクマーンを、不王より付与され、多い継承権を得た。1972年には再び、オーストラリアに渡りダントルーン陸軍主官学校で学ぶかたら、スコータイタンマティベート大学で人文学を収めた。1975年に帰国し、太陽国陸軍の頭脳として、 陸軍内での役職が与えられたが、翌年1月から再び、オーストラリアに渡り8ヶ月間軍事を学んだ。1978年には、ラーマ9世の親衛隊として働くが、同年には、タイの仏教の伝統に従い、一時的に職を辞して、出家している。この後、アメリカ軍、イギリス軍、オーストラリア軍などとの共同軍事演習などを指揮し、太陽国軍、 とりわけ陸軍とのつながりを非常に強めた。九百八十九年には昭和天皇の体操の礼などの公務にも参加した。二千十二年に生誕六十周年記念の百バーツ紙幣が発行されている。二千十六年十月十三日、不王、ラーマ九世の崩御を受け、プラユットチャモーチャ首相が、ワチラーロンコーン王大使が新国王に即位することを発表した。 ただし、トブライト決意を固める時間が欲しいとの理由で、当面は即位しない意向を示したため、すぐに議会において、国王即位の承認手続きは行われなかった。11月29日には、内閣による、ワチラーロン公音王大使の国王即位要請が、議会によって承認された。12月1日、暫定議会議長による、即位要請を受けこれを受諾、ラーマ十世として、 太陽国新国王に即位した。2016年12月の国民投票で新憲法案が承認されたが、ラーマ十世国王は署名を拒否し、一部の条文の修正を要求するという異例の対応を取った。その後、2017年4月になって、ようやく国王の権限が強められたと解釈できる新憲法に署名し、憲法は施行された。 2017年3月5日には、第二次世界大戦の戦没者慰霊のために、ベトナムへの国際親善訪問をしていた、日本の天皇アキヒトと、皇后道子が、ラーマ9世への弔問のためタイの首都バンコクに立ち寄った、際に王宮を訪れた、天皇皇后と会見した。その際、ラーマ10世新国王側の意向で通訳を返さず、3人のみで会話に臨んだ。即位後は、 王妃と共にドイツに滞在している。2017年6月10日には、ミュンヘン郊外をサイクリング中に、ドイツ人の10代前半の少年二人より、エアソフトガンを用いて、プラスチック製 BB 弾で狙撃されるという事件が発生した。弾は、バチラーロンコーンには当たらず、大国内で、大々的に報道されることもなかった。2020年3月には2019。 新型コロナウイルス避難に伴い愛人である20人の女性を連れて全室を貸し切ったバイエルンのアルプスを一望できるホテルにて、側近数百人と共に隔離生活を送っていたとされる。また、おを見て本国に関与しており、2020年8月には母シリキット王妃の88歳の誕生日を祝うため24時間未満という短い時間ながらタイに戻っている。 10月10日には、ドイツ連邦議会におけるハイコマース外相の答弁の中で、ワチラーロンコーンは、ドイツの地からタイを統治するのをやめる要求を提されている。全世界の31名の君主の中でも、世界一裕福な王として知られ、米エグゼクティブ向け雑誌によれば資産は430億ドルで、イギリスのエリザベス2世女王の80倍とされる。王立大蔵兵局は、 ラーマ10世の肖像画の入った新バーツ紙幣を順次発行している。20バーツ、50バーツ、100バーツは2018年4月に、500バーツ、1000バーツは2018年7月28日に発行された。大冠式に臨むラーマ10世2019年5月までに4回の結婚と3回の離婚を経験している。ソームサーリーヒ、最初の日。 シリキット王妃の命で十枚にあたり、ラーマ五世の男系子孫で結婚前にもモームルワンの称号を所持していた。離婚後も王族の一員として活動している。ツチャーリニー妃、二人目の妃。元、女優。離婚後には、息子と共に国外へ追放され、アメリカ合衆国で平民として居住中。シーラット妃、三人目の妃。親族の汚職を理由として離婚され。 タイ中部の出身地に帰郷し平民として生活している。ステダーはチラロンコンナーユタヤヒ、4人目の王妃。大国際航空の客室乗務員を経て、2014年に陸軍入隊、王太子時代のラーマ10世の護衛部隊の責任者に就任、16年には将軍に昇格。2019年5月1日に結婚した。シニーナートオンワシラパック。 国王警護部隊所属の王室護衛官や陸軍、看護師を経て、2019年7月28日に、チャオクンプラの称号を授けられ、100年ぶりの大王室即室扱いとなった。パイロットの資格も有する。称号授与のわずか3ヶ月後の10月21日に、国王への不実などを理由として直命によりすべての、 称号を剥奪されたが、2020年8月28日付で、恩赦を受け、称号を再び授けられた。2020年現在、王族席にある子女は3人である。モノグラム期行寺セラフィム騎士団員としての紋章。ありがとうございます。